今宵は山大ゲストをご紹介いたしましょう山口大学大学情報機構埋葬文化財資料館助教でいらっしゃいます横山茂樹さんですよろしくお願い致しますよろしくお願いしますあのずいぶん前にはなりますがこの番組は初めてではなく二度目のご登場とう、ね、いうことになりますが、はい ままたた久しししぶりですすけれどもよろしくお願いいさてあの今夜初めてね先生のことをこう知,る知るっていう方もいらっしゃると思うので改めて山口大学のこの埋蔵文化資料館でご勤務されている上でどんなお仕事を思いなさっているかこれをご本人からご紹介していただいてよろしいですか <laughs> はい、えー、っと実はあの山口大学、えー、県内に5カ所キャンパス構えてるんですけども、はい、山口市と、えー、宇部市と光市ですね、うんうん、そのキャンパスのすべてが遺跡の上に立地しているということで我々もあの日々の業務を行っていく中であのどうしてもあの校舎を建てたりですね、えー、まあそれに伴って排水管を引いたりですね そういうあの土を掘削する、えー、しなければ開発できないということがありまして、うん、それするとあの遺跡が壊れてしまうということでわれわれがです、ね、その壊される前に現地に出向いていって発掘調査を行っていると、はい、そしてまああの可能な場合はさまざまなし、えー、保存処,理あ処置ですね、うん、え遺跡を守る処置を講じまして<え>で破壊やむなしの場合には記録を取ってですね、うん、えまあ記録保存というんですけども<え>遺跡を守っていっていると。なるほど でその成果につきましては、うん、まあ学術報告を行うんですけども。うん まあそれだとあのなかなか一般の方とかですねえ本学の学生に伝わらないということで、えまあちっちゃい展示室なんですけども実際に出土したえ資料をですねえ展示する活動も行っています。なるほど。まあそんな今夜ですね横山先生に山口大学の山口市にある吉田キャンパス吉田遺跡の中から実はとあるものが見つかったということで今夜そのとあるものをご紹介していただこうと思います。よろしくお願いいたします。はいよろしくお願いします。 さあその先ほど山口大学にはねいろんなまあ古くからのそういったものが見つかるということででも先生正直言って大学をそこに建設するにあたってその当時にももうそこは一石だということは分かっていて。 あいあの実はですね近所の<え>まあ当時その、えー、周辺に住まれてた方々は土器や石器を、えー、拾い上げてはいたんですけども法律的には、うん、遺跡の範囲にはなっていなかったとあ<ー>でそれがあの昭和41年から、えー、統合移転え、はい、各地にあった山口大学の各学部がですね、うん、吉田の地に集まってですね、はい、移転してくるという話になりまして、はい、工事を行ったところ、えー、非常に多くの 遺跡が<ー>、えー、地下に眠っていることが分かってきましたなるほど、はい、まあそしたらその後からですね随分たくさんのものが出てきたと思うんですがなんと最近ですねまたなんて言うんでしょうね非常に珍しいって言った方がいいのかしらあのあるものが出てきたということなんですが先生それは何ですかはいえー、っと恩義木管と言われる仕様になります恩義木管はい であの木簡ご存知の方も多いと思うんですけども、うんえー、古代、奈良時代、平安時代にかけてはですね紙は非常に貴重な、えー、品でした、うん、かなりあの重要なことのために使われるものでですね、うん、一般的には木の板にですね、うん、文字を書いて、うん、今でいう紙代わりにしていたとそ,れそういった字が書かれていたものを木簡と呼ぶんですけどもその木簡がですねえ<っ>非常に珍しい木簡が出土したということになります。なるほどそのまあ 文字が書いたものが出てきたということですけれどもそうなるとそこから何かこう分かってくることとかもともとではないであろうかとこう仮説などといろいろあるかと思うんですけれどもそれによってあのキャンパスのあたりっていうのは当時何があったんですかはい、えー と実はですね大体15年ぐらい前から、はい、あの吉田キャンパスに奈良時代、平安時代の役所があるということはですねすで、はい、に推定されていました、うんで、その根拠となるのは非常に大きい建物とかですね、はいえー、あとはあの税などを入れる、えーまあ、納める、えー、倉庫のような建物とかですね、うん、あと、出土品としては、えーまあ、一般の庶民が使えるような器じゃないちょっとあの高価な器とかですね、えー、あとあの役人が身につける帯飾りとかですね、うん そういったさまざまなものが出土していてえ間違いなくここは役所であろうということはえ分かっていたんですね。ただあの先ほど言いました木簡というのが一定も出土してなくてですねまあ木簡上の板製品とかですねそういったものは出るんですけども文字が残っていないとそういった状態で木簡の出土がずっと待たれていたんですね。それがえ昨年ですねあのまあ発見されましてでそこに書かれている文字がですね非常に珍しかったと。 どんなことが書かれて。えー、っとですね、えー、先ほど恩義木簡と申しましたけれども、恩、はい、義というのがですね。はいえー、漢字の。えー、読みを記した木簡。読みを記した木簡。恩義というのが、その漢字の読みのことを示すんです、ね。なるほど。そので、漢字一字を書いて、うん、その下に万葉仮名で読み方を書いていくと。うん ううい恩う、はい、義木簡というのはそれまでに日本で4例しか出土してなかったんですあじゃあ番番目目にに出てきたととのいうことになりました、えー、ちなみにその吉田キャンパスから出てきた恩義には例えばどんな文字が書いてあったんでしょう漢字としては「雨」という漢字の下に「えうんえー、降る」と読みが打ってあると。うんはい、で「梅雨」という漢字の下に「梅雨」と書かれている。うんうん、で「霜」という漢字の下に「霜」と書かれている。なるほど で我々はですねこのアメ編が<え>えいっぱいあることからアメ編を集めた辞書的なものなのかなというふうに最初推測したんですけども、えー、その後さまざまなです、ねうん、こういった文字資料を専門とする研究者の方に見ていただいて、はい、その結果のこの原点がですね、えー、千字門、はいえー、千の字の文は、えー、文章の文なんですけども、はい、千字門と呼ばれる中国のですね教科書であることが判明したと。 先ほどあの辺ありは役所だったというような話でしたけど教科書がそこから出てくるっていうのは、はい、うそうですね、うん、あの実はあの当時律令国家という、えー、体制が取られていてですね中央の都天皇を中心として、うん、地方にさまざまな役所を設けて、うんまあ、今でいうところの、まあえー、内閣があってですね、はいえー、都道府県庁があって でえーまあ、市役所その下に市役所や、うんえー、町役場とかですねそういったものがあると思うんですけども、うん、そういう体制を作っていくんですね奈良時代に。うん、でその際にですねまあ都から派遣されるのは、うんえー、国司つまりあの山口県は巣防 長門国からなりますけども王国士このレベルは都から派遣されます。ということで当然都で住む貴族ですので文字は知っているわけですけどもその下のクラスの役人はもともと文字を知りません。ということで地方の役人が文字を勉強していく必要があるということでその教科書を書き写していった木簡が質としたというふうに考えられます。なるほど えー、まだまだ少しお話を伺わなきゃいけないんですがこの間です、ね、ちょっとですね一曲かけてそれからということにしたいと思います、えー、小野先生が持ちいただいた曲まず一曲目は何でしょうはい、えー、レニークラビッツのローズマリーその音義目管先ほど千字文というふうにおっしゃったんですけれどもこれはその今回この出土したものっていうのは実際にこの国史ですよね、えー、そういった方々が持ち込んだのかそれとも まあ、そうじゃないのかこのの部分というのはかかってるんですか、えっと、これはなかなかあの難しい問題でして千寿門というものが日本にもたらされている中国からもたらされているのは間違いないんですけどもいわゆる本物のです、ね、中国からもたらされた千寿門というのはそらく、まあ、天皇とあの、まあ、位の高い貴族ですね。 もしくはお寺にもたらされている可能性はあるんですけども、うん、もうそれがあの一地方勘がの吉田遺跡の方にですね、はい、えそういった書籍が持ち込まれたというのはちょっと考えづらいお,<ー>おそらく何らかの形で書き写されたものが伝言ゲームのような形でですね,ね書,き書き写されたものからまた書き写すといったような形で吉田遺跡までたどり着いている可能性は高いと思います。 それはどうしてそれを、そんなこう予想が立てられるんですか。えっと、その理由の一つとしましては、今回書かれていた文字のですね。まあ、雨、梅雨の下に結ぶという字がですね、千字文では来ないといけないんですけども。その結ぶという字がですね、非常に崩れているんですね。あの、雨、梅雨、霜などはしっかり比較的しっかりと書かれてるんですけども。ええ、結ぶという字がなんとなくな形になってると。で、これは、これを書いた人が、まあ、あの書き間違ったというよりは。 おそらく吉田遺に伝わる以前にですねだんだんこの字が難しいということで字が崩れていった可能性があるのではないかというふうに考えますですからこれを書いた人が下手だったというよりは書き写した人がそうですね人がその前に書き写した人たちが字を崩してしまった可能性があると思います、えー、なるほどね、はい まあでもそれをもとにあのこれを見てまた文字を覚えた人たちにとってみれば嘘を覚えなければ,いばよくわからない文字を覚えなければいけなかったとっいう状況もあったんでしょうねそうですね、えーえー、まああのおそらくですね、うん、この字を学んでるのは、えーまあ、役人の子どもたちだと思うんですね。あえー、<laughs> というのは、はい、地方の役所では、うん、まあ今のようにはあの一般から採用すると役人を採用するというわけではなくてですね、はい <laughs> あの役人の子どもたちに継がしていく、うん、そういった、えー、体制が考えられてるんですね。なので、まあえー、役人を務めているお父さんが子どもたちに字を教えていく、うん、でその素材としてこの、えー、木簡が使われている可能性が高いというふうに考えます。 一つのものもがこう出土してそれからですよねさまざまな時代背景、まあ、いろんなことをこう探りながらここまでの結論が出てくるっていう先生すっごくある意味楽しいお仕事ですね。 考古学の一番の楽しさはですねあの多くの学問ではですねえ<っ>あのすごく偉い先生たちがですねいろんな新発見を発表していくわけですけども、うんまあ、考古学の場合は現地で掘り出した人がまず第一発見者となると、うんえー、そういったあの歴史学の中でも非常に特殊な楽しみ方ができると思います。うんうん、あの先生あのい 今こういうふうになさってますけれどもいずれこういったことがやりたいこういったものをっていうのは先生の中におありですかあそうですすかそうね。あの遺跡の発掘についてはですね、うん、どうしてもあの遺跡の発掘って、えー、遺跡自体を壊していることにもつながるんですね。うんえー、ですのでまあ夢としてはですね、えー、遺跡を壊さずに地下の状況が分かるようなんですね。はい、そういった た科学技術の発展等で、えー、ことができるようになれば非常に面白いのかなと思います、ね、なるほどちょっともうねその今の木簡これはあの山口大学の先ほどおっしゃった資料館の方に伺えば見ることができる、はい はいえっと実は今展示中でです、はい、あの展示中であのただあの実物はですね、うん、まあ墨で描かれているものですので、うんえー、非常に紫外線とに弱いんですねなるほどですので非常に精巧なレプリカを、えー、作成いたしまして、はい、そちらの方を展示させていただいている状況になっています,、はいはい、ですね、はい、じゃあ一般の方もあのご覧になることができるということですねわ、はい、かりました、えー、それでですね先生この木簡とかこういったものっていうのを 以外にもたくさんあ異二鳥出てきていると思うんですけれども先生以前来ていただいた時には確か物でしたよ、ね「<laughs> 物」っていうのかしら <laughs> 土器のようなものっていうかそういう話を伺ったような記憶があるんですけれども、ねはい、あのどうなんでしょうこれからもやはりそちらのものの方が多く、まあ、これからも予想されるそしてこのような今回のようなものっていうのはどちらかというと珍しい。 そうですねやはり考古学はものから情報を引き出すということでここの文字からとというでは基本的にないんですねなので実は恥ずかしながら私はこの文字が読めるわけではなくてですねそういう文献史学の先生方にですねいろいろ協力していただいてこれ何を書かれているのかを解明していっている状況ですので私の専門としては土器とか石器とかですねそういった形のあるものから当時の人々の生活の何をですね復元して そういいったこととが今後のの研究主体になると思いますなるる思ますほどじゃあ今回はご自身でもびっくりなさったというかそうですね、えー、あ,のあ,あまりにもちょっと書かれていることが特殊だったためにこの調査だけでも1年以上費やしてしまった、はい、ということになってますので1年以上、はいうん、じゃあもうさまざまな方々の意見を聞いてみたいい こういったことをしながら、えー、少しずつ、うん、解明していっているといっ、うん、た、えー、状況になっていますなるほどでもあのこれからもますます何が出てくるかと考えると先生やっぱりワクワクされるでしょうそうですねあの効果学って不思議なもので一、えー、つ見つかると、はい、どんどん見つかるっていう傾向にあるんですね傾向があるんですねですのでもしかすると今後近隣を調査する場合には、うん、こういった木管がですね、えー、続々出土するという可能性も 先にしもあらすなるほど、はい、ますます楽しみになりましたね、はい、じゃあ、えー、ここでもう一曲あの聞かせていただきたいと思うのですがもう一曲は何をお読みになったんですか、はいえー、ザ・ブランキージェットシティのライラック、えー、先ほどがローズマーリー今度はライラック先生、はい、お話 <laughs> しなんでますねあはいあのちょっとあの僕の、えーまあえー、日常生活として困ったら ととりあえず植物の名前を出出しておくと困ったら出す、はいえー、悩んだりしたらですね例えばまあ今回の,あの曲の選定も非常に悩んだんですけども、はい、まあ子どもの名前もですね、はいえー、みんな植物から,あら、えー、困ってるというか、まあ、これは嬉しい悩みなんですけども<ー>名前何にするかなって悩んだ時に。えーうんうん まあ、植物から持ってきておければ、まあ、間違いないだろうとああ。先生のこだわりですね。そうですね。あ、じゃ、お子さんの名前をつけられる時も、ちゃんと了解を得て、先生が指導を握って決めたと。はい、そ,そうですね。あの、<laughs> 植物、やっぱり生命の、えー、まあ、まあ、なん、なん,ていうんですかね。すくすく育つとかですね。うんうん、えー、そういった意味もあると思いますので。のまあ、子さんの名前はね、放送ですから、控えたいと思いますけれども。え、じゃあ、えー、聞きましょうかね。 先生ちょっとあの話が前後してしまうかもしれないんですが先ほど「戦字門」というふうにおっしゃったんですねこれはそもそもどういうこと例えば私も拝見してるんですけど漢字が 4, 4つあってでこれってどういうものなんですかはいも、えー、ともと中国のもの、えー、中国の教科書として作られたもので4つの漢字を連ねて一つの詩にしています。詩にしている、はいえーまあ、中国の詩なので印文ななでで文んすけども、うん で、四つの漢字で、一つの詩にして、それが二百五十。連なると。はい。で、四かける二百五十ですので、千個の漢字が出てくる、はい。ということは。これから出てくるものの中には、その千文字、残りのもの。 が出てくる可能性まあ今回の木簡では千尋門の9番目から11番目の詩の漢字がですね出てきます。ということはそれの前の部分とかですねその後の部分っていうのも当然木目吉大跡でですね存在していた可能性があると思いますので。はいでも 先ほどあの、えー、と山口大学で5か所目ということだったんですがその以前の4か所でも同じように出てくるということなんですか いや,いやあのー、その他の、恩義目下はですね、はい、あの、まあ、漢字の読みは書かれているんですけども。うん、その原点はわからないんですね。はい、なので、今回は原点が戦時文であるということが分かった、初めての例、ということになります。大変貴重な。そうですね。やはり、これは、あの、発掘だったってことですよね。そうですね。まあ、日本初の、うんえー、事例ということで、極めて貴重な資料になるかと思います。なるほどもう、ぜひですね。この貴重なものをですね。皆さんも目でね、確かめていただきたいと思うので。山口大君に足を運んでいただきたいですよ、ね。 そうですね、さあ、えー、先生これからまあもう少しあもう時間がないんですけれども、えー、ご専門から言って山口大学の,あの土地で、えー、一番こうやりたいことを最後に一言教えていただけたら嬉しいです。そうですねあの、まあ、これは考古学に限った話ではないんですけども、はい、山口大学博物館というのを作りたいですね。はい 山口大学考古資料だけじゃなくていろんなものがいろんな学術資料が収蔵<え>、えー、されています、はい、で多くの方はそれ見れることはできないと思いますので、はい、まあ外部の方々も自由にです、ねうん、見学できるような えー、博物館ができたらなといいう,うに考えています先生まだお若いですしまたこれからですね時間たくさんありますので是非実現していただいてで私たちからねあのいわゆるその住民からしてもやっぱりそういったものがあるっていうのはエマキスタに足を運びやすくなりますからす、ね、いろんな意味であの、ねえー、いい効果が生まれるんじゃないかと思いますので是非、はい、先生ますますですねしっかりと発掘していただいてまた新たなことがありましたら是非番組にもお越しいただきたいと思います。 はい、はい、よろしくお願いします。今夜どうもありがとうございました。